高松塚古墳。高松塚古墳は、奈良県高市郡飛鳥村、国営飛鳥歴史公園内に存在する古墳。藤原景気、694年から710年に、築造された、終末期古墳で、直径23メートル、下段及び18メートル、上段、高さ5メートルの二段式の円墳である。1972年に国際式の壁画が、 発見されたことで一躍注目されるようになった。2009年に本来の形状に復元され、一般に公開されている。高松塚古墳の発掘調査は、1972年3月1日から開始された。発掘の始まったきっかけは、1970年の10月頃、村人が生姜を貯蔵しようと穴を掘ったところ、穴の奥に古い木石が見つかったことである。 地元の人たちがアスカ村に働きかけ、アスカ村が資金を捻出し、奈良県立橿原考古学研究所が発掘調査することになった。発掘はアスカ村が事業主体となり、橿原考古学研究所が実際の発掘を担当した。当時、アスカ村では村の発足15周年を機に損子を編纂するため、 未調査の遺跡の発掘を進めており、高松塚の発掘もその一環であった。奈良県立河原考古学研究所所長の末永、正雄の指揮のもと、現場での発掘は、伊達宗康と関西大学助教授の阿保氏義則を、中心として関西大学と、龍谷大学の研究者、学生ループによって行われた。石室が検出され、鮮やかに彩色された壁画が発見されたのは、 同年3月21日のことである。古墳は1973年4月23日、特別史跡に、また国際式壁画は1974年4月17日に国宝に指定されている。古墳は鎌倉時代頃に洞窟を受けており、石室の南壁には洞窟庫が開けられていたが、壁画の彩色は鮮やかに残り、洞窟を免れた。 服装品の一部もこの時検出された。国際式壁画の出現は、考古学史上まに見る大発見として、トップニュースとなり、文化庁は早速壁画の保存対策及び、研究調査に取り掛かった。壁画発見からほどなく高松塚、づか、古墳応急保存対策調査会が設置され、発見から1ヶ月も経たない1972年4月6日と4月17日に、 初の学術調査が実施された。また、応急保存対策調査会とは別に、考古学、美術史、保存科学などの専門家から構成される高松塚古墳総合学術調査会が設置され、1972年10月に同調査会による学術調査が実施された。なお、高松塚古墳の埋葬施設は、考古学的分類では予告知識切角。 横口式せっかくと呼ばれるものであるが、本校ではより一般的な石室の子を用いる。古墳の年代洞窟を逃れて残っていた、同郷などから7世紀末から8世紀初めの終末期と推定されていたが、2005年の発掘調査により、藤原景気694年から710年の間だと確定された。被葬者については、 諸説あり特定されていない。そもそも、アスカ地域の古墳群で、飛走者が特定されているものが稀である。飛走者論に関しては、大きく三つに分類できる。石室は、業海岸の霧石を組み立てたもので、南側に墓道があり、南北方向に長い平面を持っている。石室の寸法は、南北の長さが約265センチメートル、東西の幅が、 約103センチメートル、高さが約113センチメートル、いずれも内方寸法であり、大人二人がかがんでやっと入れる程度の強小な空間である。横口式せっかくと呼ばれる系統に入り、平らな底石の上に大石を組み合わせて作ってある。横口式せっかくの系譜には、鬼のまな板、川や、催明瞭と推測されている、剣牛質化古墳、野口応募。 天武、地頭領、ヒトラ古墳などが入り、七世紀前半の中頃から八世紀、初頭まで続いている。壁画は、石室の頭壁、西壁、北壁、奥壁、天井の四面に存在し、霧石の上に厚さ数ミリの漆喰を塗った上に描かれている。壁画の題材は、人物像、実月、司法詩人及び、精神、星座である。壁には、 手前から、男子群像、詩人のうちの清流とその上の日、太陽、女子群像が描かれ、性壁には、これと対照的に、手前から、男子群像、詩人のうちの白虎とその上の月、女子群像が描かれている。男子、女子の群像はいずれも四人一組で、計十六人の人物が描かれている。中でも、性壁の女子群像は、壁画発見当初は、色彩鮮やかで、 歴史の教科書をはじめ様々な場所でカラー写真が紹介され、アスカ美人のニックネームで親しまれている。人物群像の持ち物が上眼儀式に見られる、元日長画の儀式に列するとネリラ官人持ち物と一致する。この元日長画の儀式には、実月、詩人の旗も立てられる。奥の北壁には詩人のうちの玄武が描かれ、天井には精神が描かれている。 南壁には、詩人の内南方に位置するスザクが描かれていた、可能性が高いが、鎌倉時代の洞窟寺に失われたものと思われる。天井側、円形の金箔で星を表し、星と星の間を主の線でつないで星座を表した、ものである。中央には、北極五星と四式四星、四星,星星からなる、しびがき、その周囲には二十八宿を表す。 これらは古代中国の思想に基づくもので、中央の守備書きは、天帝の居所を意味している。壁画について、発掘当初から、コークリ古墳群、世界遺産と比較する研究がなされている。詩人はそもそも、コークリ様式の古墳に、特徴的なモチーフであるが、高松塚古墳及び、ヒトラ古墳では、コークリの画風とは異なった、日本独自の画風で、 死人図が描かれていることが指摘されている一方で、天空図に関しては、コウクリから伝来した原図を用いた可能性が指摘されている。また、女子群像の服装は、コウクリ古墳の修なで塚や武踊塚の壁画の、婦人像の服装と相似することが指摘されている。石室に安置されていた棺は、わずかに残存していた残片から、漆塗り木管であったことが分かった。石室は、 鎌倉時代頃に洞窟にあっていたが、副葬品や棺の一部が残っていた。出土品は、漆塗り木管の残片なほか、棺に使われていた金具類、銅具に、副葬品の立ち金具、怪獣武道鏡、玉類、ガラス製、琥珀製などがある。中でも随刀鏡の様式を持つ、怪獣武道鏡と、棺の装飾に使われていた、近藤製通る色金具がよく知られる。 高松塚古墳出土品発掘調査以降、壁画は現状のまま現地保存することになり、文化庁が石室内の温度や湿度の調整、防火火処理などの保存管理、そして1981年以降年1回の定期点検を行ってきた。しかし、2002年から2003年にかけて撮影された写真を調べた結果、雨水の侵入やカビの発生などにより、 壁画の退職、変色が顕著になっていることが2004年に明らかにされた。高松塚古墳壁画の壁による劣化が一般に知られるようになったのは文化庁が2004年6月に出版した国宝高松塚古墳壁画により現状が明らかになり新聞で大々的に報道されてからである。1972年の壁画発見当時、石室内には 南壁の洞窟港から流れ込んだ土砂が堆積しており、東壁の男子群像の右半分など、土砂や地下水の影響で画面が汚染されている部分もあったが、壁画の大部分には鮮明な色彩が残されていた。これらの壁画は霧石に直接描いたものではなく、霧石の上に数ミリの厚さに塗られた漆喰層の上に描かれているが、漆喰自体が脆弱化しており、 白落の危険性が懸念されていた。また、1300年近く途中にあり、閉鎖された環境で保存されてきた石室が開口され、人が入り込むことによって、温湿度などの環境変化、カビ、虫などの生物による壁画の劣化が懸念された。劣化をいかに食い止め、壁画を構成に伝えていくかについては、発見当初から様々に検討されていた。 石室は大人二人がかがんだ姿勢でようやく入れる程度の広さしかなくスペースの点だけを考えても現地での一般公開は到底不可能であった石室内は相対湿度が100%近い高室の環境であり修理や調査のために人が短時間石室内に入っただけでも温度の上昇と湿度の低下をもたらした壁画の保存方法については内外の専門家から 様々な意見が出され、石室から壁画を剥がして、ベッド保存する方法を含め、様々な案が検討されたが、最終的には、石室は解体せず、壁画は現地で保存することに決した。その後、石室南側の全室部分に1974年から空調設備を備えた保存施設の建設が始まり、1976年3月に完成を見た。 この保存施設は、全室、準備室、機械室からなり、石室内部の温湿度をモニターしつつ、全室内の温湿度をそれに合わせて調整するもので、ある。留意すべき点は、この保存施設は、古墳の石室内の温湿度を直接的に制御するものではなく、石室内の自然の温湿度の変化に合わせて、全室の温湿度を調整しているという点である。つまり、 点検修理等のために石室に人が入る際に外部の温湿度の影響を受けないように保存施設内の温湿度をあらかじめ石室内と同様の条件に調整する役目を持っている。壁画の保存修理工事は1976年9月から第1次、第2次、第3次に分けて実施され、1985年をもって第3次修理が終了している。この間、 1980年にカビの大量発生を見るが、この時は薬品等を用いた除去策が功を奏した。次にカビの大量発生を見たのは2001年である。同年2月、石室と保存施設との間の取り合い部と呼ばれる部分の天井崩落防止作業を行った際、作業員が 防護服を着用せずに入室したことが、結果的に大量のカビ発生につながったと指摘されている。トリゴー部とは、保存施設と石室の境の土がむき出しになっている部分である。壁画の劣化はこの時に突如始まったものではなく、徐々に進行していたものであるが、文化庁がカビ発生や壁画劣化の事実を公表していなかったため、国民の不信を招くこととなった。 その約1年後の2002年1月28日に、性壁の損傷事故が起きた。この日、修復に当たっていた担当者の一人が誤って、空気清浄機を倒し、性壁男子群像の下の余白に傷をつけた。同日、別の担当者が室内塔に接触し、性壁男子像の胸の部分の漆喰が剥落した。この二つの事故のうち、前者は絵のない余白部分についた傷であり、 校舎は、壁画発見当時から、流入土砂で汚損され、オリジナルの彩色が残らない部分であったため、石室外の土を水で溶いたもので修理がなされ、文化庁では、通常の修理の範囲内であるとして、これらの事故を公表していなかった。2003年3月、国宝高松塚古墳壁画緊急保存対策検討会が設置され、翌2004年6月には、緊急を、 高級に書いた国宝高松塚古墳壁画高級保存対策検討会が発足した。同じ2004年6月には国宝高松塚古墳文化庁監修中央公論美術出版館が発刊され、壁画の劣化、特に性壁の白子の著しい劣化が明らかとなった。2004年6月20日付、朝日新聞大阪本社番長官が白子の劣化を 大々的に報じたことで壁画の劣化問題が一般国民の関心を引くこととなった。壁画の劣化防止策や保存方法について主示の検討が続けられた。特別史跡、古墳と国宝、壁画のいずれを守るのか議論が行われた。将来へ向けての壁画の修復と保存のあり方については、古墳の墳丘全体を保存施設で覆う方法、壁画を取り出して、 他の施設で、高級保存する方法など、あらゆる可能性が追求されたが、最終的に、壁画の描かれている石室を一旦解体、移動して修復し、修復完了後に元に戻すという方式が採用され、2005年6月27日、国宝高松塚、古墳壁画高級保存対策検討会において、この方法を採用することが決定された。一部には、 ヒトラ古墳同様に壁画を剥ぎ取って、古墳外で保存すべきだという意見もあるが、計画では修復後に現地に戻すことになっている。石室を解体し、壁画の描かれた霧り石を取り出すということは、見方によっては、特別史跡である墳球の破壊である。これを受けて、同年10月25日、日本考古学協会は、特別史跡高松塚古墳の保全保護を求める、声明を出し、 史跡は現地で保存されるべきであると主張した。同年8月4日、アスカ保存財団は現地修復要望書を文化庁と保存対策検討会に提出。アスカ村議会は同年8月11日、壁画の現地保存対策要望を決議し文化庁に提出するなど関係者の間には現地での保存修復を望む声も依然高かった。 2001年から2002年にかけて起きたカビの大量発生と性壁の損傷事故については、第三者による調査委員会、高松塚古墳取合部天井の崩落止め工事、及び石室性壁の損傷事故に関する調査委員会、座長、石澤義明、上地大学学長において再調査された。同委員会は2006年6月19日に報告書を国へ提出。 そこでは、文化庁の縦割りセクショナリズムの弊害、情報公開への意識の低さなどが指摘されている。高松塚古墳の場合、特別史跡である古墳自体は、文化庁記念物か、国宝である壁は美術工芸か。2001年1月より、美術学芸化と解消の管轄でり、両者の連携が十分ではなかったとされている。 2001年2月の天井崩落防止工事に伴うカビの大量発生については作業員が滅菌した防護服を着用していなかったことが原因とされている。この工事は記念物課が発注したが現場の管理は美術学芸科に任せきりで記念物課の職員は工事に一切立ち会わなかった。東京文化財研究所には工事を実施すること自体が知らされていなかった。 また、防護服の着用などを定めた保存修理マニュアルの存在も現場に周知されておらず、結果的にカビの大量発生を招いた。しかも、カビ発生の事実が公表されたのはそれから2年も後のことであった。2002年1月には前日の通り性壁の2箇所に損傷が生じているが、文化庁はこの事実を公表せず、傷が目立たないように補塞していた。補塞は、 上記の静壁の2箇所以外に、東壁、北壁、天井にも行われていたがこれについても公表されなかった。また、静壁損傷事故の2年前の2000年3月21日に撮影された損傷前の壁画写真を最新の写真と偽って新聞社に提供していたことも明らかになった。この事態を受けて文化庁により、 国宝高松塚古墳壁画高級保存対策を目的とした古墳の発掘調査が始まり、渦漏れていた修行などが発見されて、古墳の本来の形状が明らかにされつつある。また、墳丘からは過去の地震によると思われる亀裂が多数発見されており、虫や雨水の侵入経路になったと考えられている。 紛糾の発掘調査と石室の解体修理は2006年10月2日に開始された。2007年1月には古墳全体を覆う断熱オイ屋が完成。内部の温湿度は摂氏10度90%に保たれた。同年3月12日には国営アスカ歴史公園内に修理施設が完成した。石室は一旦解体、搬出した後、この修理施設へ移され、 修復が行われることになった。4月5日には4枚の天井石のうちの1枚がクレーンで釣り上げられ、専用車両で修理施設へと移された。以後、4枚の天井石と8枚の壁石は1枚ずつ移動され、5月10日11日には、西壁石さんと呼ばれるアスカ美人が描かれた石が移動された。最後の12枚目の壁石。 性壁石一が移動されたのは6月26日のことである。移動された壁画は10年間かけて保存修理が行われ、修理完成後は元の古墳へ戻される予定になっている。修理中の2008年11月25日に顔料分析中、東壁女子群像の顔料部分を機材で損傷する事故を起こしている。 その後は保存施設の撤去と共に発掘調査に基づく形状の復元工事が行われ、2009年10月24日から一般公開された。紛糾の角度が急であるため、上書きと柵で囲まれており、立ち入りはできないようになっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。